イエーイ。はい、じゃあ今回ヨカもお疲れ様でした。ありがとうございました。イエーイ、楽しくできました。楽しくできました。できました。今日のミックスもすごい楽しい内容でした。ありがとうございます。今日もなんかはい、いろんなトラック使ってたね。そうですね。ね、好きなものばかり。今日新ネタはなんかある？今日まだ、あんま周りでかけてないけど、今日これ新しくネタものでも最後の曲。最後の曲。うん、おー、パーティー、パーティー。パーティー、ダンスパーティーに行くっていう曲です。はい。うん、清志郎ですかあれ？そう、清志郎と梅津なんだっけ、ドルグルドルドルグル梅津バンドみたいなあのフリージャズのバンドと清志郎のコラボのアルバムで、それは先月あのサンガさんとかがやってたなんかレコ屋に行って、サンガさんおるよみたいな、なんか教えてくださいよみたいなママ言ったら、もうあんまハウスないんだよねって言いながらいっぱい出してくれて、その中の一つでめっちゃいいです。おー、家でいっぱい聴いてます。現場であんまかけてません。です。5月6月なんか現場の予定、パーティーの予定して、それがですねめちゃくちゃあるんで今言います。はい、めちゃくちゃあります。まずあれ、金曜日天狗食堂。何日の金曜日？21。21の金曜日。三軒茶屋天狗食堂&ラーメンレコードと、25日火曜日エンジョイハウスチンバッテ娯楽師匠のパーティーあります。おで、5月29日土曜日、デイは歌舞伎ラウンジ新宿です。おで、その後が夜中がとラーメンレコードと天狗食堂を、イエイ。で、次の週が6月の5日土曜日、青山八デイタイムからの夜中八王子のシェルターで、7日月曜日、三軒茶屋梅ちゃんバーで、11金曜日、中野ヘビシックで、12土曜日、高円寺ドムスター昼からの、カルピスサワーあとラーメンレコードがあるかな。あとは6月の25、26は三重と名古屋に行きます。おー、イエーイ。そんな感じです。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。